足を紹介するのか、軸足をまっすぐやって、ちょっと斜めに、楽しいゾーン。どうも、愛坂の西です。今日はですね、TikTok でプチバズり中の伸びるキックについて、解説していきたいと思います。まあ、試合中サイドチェンジだったり、前線のロングボールだったり、そういう場面でいろいろ使えるので、ぜひ、動画を見ていただいて自分のものにしてもらえたらなと思います。それではもう早速やっていきましょう。愛坂。では早速解説していきたいと思います。まず、キックについてなんですけど、キックっていうのはそもそも平身運動って言って、横に物体がそのまま移動する平身運動と、回転運動、物体が回転していく回転運動の2つが組み合わさってできた動作なので、それを踏まえて説明していきたいと思うんですけども、今話したことっていうのは走ってきて、この前に対して走って、この動きが遠心運動で、プラスここから足を回転させていくのが回転運動で、この2種類の動きが組み合わさってできてるっていうことで、なんでこの説明をしたかっていうと、結局この動きで大事なのって軸足なんですよね。軸足での、もっと言ったら軸足での減速、走ってきたパワーを一回ここで減速してパワーを貯めて、そのパワーを最後足先に伝えていく、これが大事。よくね、二軸キックっていうものがありますけれども、二軸キックとか二軸シュートとか、あれは蹴るときに重心をこっちに移してくださいねっていう話をするんですけど、そもそもさっき言ったみたいに重心運動がキックの重要なことで、平身運動と回転運動、重心が平身して動くのと回転して動く、これが大事なわけで、キックの時にこっち足に重心を移すなんてことはそもそも変な話で、大事なのはこの軸足、二軸キックで言ったら蹴った後に蹴り足から着地しましょうって。これ実際みんなやってるじゃないですか。蹴った後こうやって足つくでしょ。蹴った後にこんな人いないじゃないですか。だから二軸キックとかそういうものは、まあ別に否定するわけじゃないですけど、変に考えなくていい。で、今日説明するキックは特にこの軸足で、そして軸足での減速を大事にしてほしいということです。今日紹介するのが、軸足をまっすぐではなくてちょっと斜めに刺す、こういうキックで、これはプロの選手で言ったらマンチェスターシティのエデルソン選手、キーパーで、彼は、まあ、ワンステップですごい遠くに蹴るじゃないですか。あれはどういう運動かっていうと、クリスティアーノ・ロナウド選手が足のしなりを使って筋力、まあ筋力だけじゃないですけども、大きな筋力を使って蹴るのに対して、エデルソン選手は骨盤の回旋運動、回転じゃなくて回旋運動でパワーを伝えていく。キックっていうのは結局股関節のパワーをどれだけ伝えられるかになるので、ここから斜めに刺すことで、ここで回転しやすい状況を作る。回転しないとボールに対してミートできない状況を意図的に作っていく。だから軸足を斜めに刺して骨盤を回旋させていく、このイメージが大事です。これが、一つ目のポイント、軸足を斜めに刺す、まっすぐじゃなくてちょっと斜めに刺す、これが、一つ目のポイントです。2個目のポイントが足の当てる位置なんですけれども、当てる位置はまずボールの場合は、ボールは真ん中、ボールの中心にしっかりと足を当てていく。遠くに飛ばしたい場合は気持ち下の方、
真ん中よりちょい下、真ん中を思いっきり下っていうよりもちょっと下ぐらいにしか当てていない。でよくキックの時にこうボールを擦り上げたりとか切ったりとかするイメージがあると思うんですよね。伸ばそうとしたり、低弾道で蹴ろうとするじゃなくて、大事なのは点で当ててほしいんです。ボールに対して足っていう点とボールっていう点に点と点をぶつけていく。そしたら物体っていうのはこのパワーに比例して飛んでいくので、しっかり点で合わせる。ボールを切ってこういう回転をかけるっていうよりもしっかり点と点で合わせていく。で、じゃあ足どこに当てるかって言ったら、足の親指と、ここに親指と中指の付け根ぐらい、親指と中指の間の付け根、この辺ぐらいに当てるイメージ。で、今言ったみたいに足のこの親指と中指の付け根で、付け根の点とボールの中心の点をしっかりと合わせていく。点と点を合わせていける。これが2個目のポイントです。3つ目は、足の振りなんですけれども、まず最初に言ったみたいに軸足を斜めに刺すんですけども、この最後の軸足を出すときに歩幅を変えずに出すというよりも気持ちちょっと大きく出す。最後の一歩をしっかり大きめに出す。で、まあ軸足の位置は、まあ、ボールの横でいいと思います。まあ、前でクリスティアーノ・ロナウド選手みたいに蹴ってもいいですけど、相当筋力がいるので軸足は横でいい、ボールの横でいいんですけど、最後の一歩を大きめに出す。で、この大きめに出すのが何でいいかっていうと、よくキックでこの足を後ろに引くテイクバック、これが大事って言われて、蹴るときにわざとこうやって大きく振りかぶる人がいるんですけど、これだとやっぱり効率も悪いし動きもぎこちないし怪我してしまう可能性があるので、キックの時は最後一歩に一歩大きく踏み出すことで自然とこの足の開きを出して、一歩大きく踏み込むと自然と足は開くので、これを誘発していく、大きく出すことで誘発していく。で、じゃあここから大きく開いたとこから大きく振ればいいかっていうと、それだとやっぱりさっき言ったみたいに点と点で合わせないといけないので、大きく振りすぎてしまうと当たる面が、まあ、ボールを舐めるようになってしまうので、大きく振りかぶったらここから下、膝から下はよりコンパクトに振っていく。パンで当たる瞬間にだけ力を入れる。伸びる、まあ、キックで、まあ、パスとかでよく使うと思うんで、それよりは振った後当てたらその場に置くぐらいの、最後の膝下の振りはよりコンパクトに早く振りながら、でも当てる瞬間だけしっかりと足に力を入れてボールと点と点で合わせるっていうのを意識して、しっかりと大きく開きながらも膝下の振りはコンパクトっていうのを意識してやってみてください。最後、じゃあ実際ボールにどう当てるかっていうので、足をできるだけ立てて当ててほしい。こうやって横に寝た状態ですくうようにして蹴るっていう蹴り方ももちろん遠くに飛ばすという意味ではあるんですけど、しっかりとボールの中心を捉えて蹴るためには足を立てる、なるべくまっすぐこう立てるというよりも斜めに入れる。で、そのために軸足を斜めに刺すことで自然とこういう角度が出やすいので、軸足を斜めに刺して足を立てていく。この垂れた状態でボールの中心とさっき言った指のこの付け根を点と点で合わせていく。まあ、はい、では実際今言ったポイントを意識して蹴っていきたいと思います。ボールに対して軸足を大きく斜めに刺して点と点で合わせていく。
高さを出したい時は今のボールの中心よりも少し下を叩いて、より低く蹴りたい時はより振りをコンパクト、そして体をかぶる。今日はですね、伸びるキックを解説していきました。もちろん今日のような蹴り方でやってもらってもいいですし、キックに蹴り方に正解はないので、まあ、自分の蹴りやすい蹴り方で自分に合った筋力とか、柔軟性に合った蹴り方をぜひやってもらいたいんですけども、まあ、キック悩んでるって人はぜひこの動画を参考にねしてもらえたらいいなと思います。今回のね動画がいいと思った人はぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。はい、ではそれではまた次の動画で会いましょう。アディオス。